8月27日金曜日、まあ学校が始まったあたり、始まった次の日くらい。そうそう、少しよろしいでしょうか。おお、久々だ。ん、久々、いや久々でもないけど、なんか立ち入れて見るのは久々な気がするね。定例の打ち合わせが一段落、一息つこうかというタイミングで高塚さんがオルコさんに声をかけていた。あのとうとうカオルコ先輩のことを、なんかこう、なんて言うんだろう、オルコさん呼びになったね。まあカオルコさんっていうよりかは、まあ言いやすいけどさ、オルコさん。あ、はい、なんでしょう。ロックオンジさん、よろしいでしょうか。万に一つの可能性にかけてみたけど、やっぱ俺じゃなかったみたいだよ。バトンタッチというよりも完全にインターセプトだったけどね。オルコさんとタッチを交わし、俺は一仕事終わったとばかりにコーヒーをする。うん、完全に冷え切っている。一応今こういう話が来ているという程度でお聞きいただきたいのですが。はあ、ロクオンジさんは桐森凛先生をご存知でしょうか。もちろんですよ、大御所さんじゃありませんか。私ときめきときし全巻持ってますし。その先生が鹿くん先生に興味を持たれているようでして。そうなんですか、光栄です。では高塚さんにはいつものように目をキュッとつんでいただいて。そんな高塚さんを暗殺者みたいに。冗談ですよ、冗談ですよというのも冗談ですが、やっちゃえ高塚さん。それがそう簡単な話でもなくてですね。というと？桐森先生から正式に鹿くん先生と仕事がしたいと打診が来ました。挿絵とかですか。いえ、連載で。でも私連載持ってますよ。それはもちろん把握しているので、あちらがどうにかすると。どうにかするって横暴じゃないですか。はい、おそらく真面目な横暴です。どうにかするってさ、いろいろあると思うんだよ。そのなんて言うんだろう、そっちに迷惑がかけない程度の仕事量ですよっていうパターンと、ワンちゃんあのそっちの連載無理やり終わらさせてこっちに来てもらいますみたいなね、あんまり穏便じゃない可能性もあるよね。大御所。確かにここ数週の六音寺さんの作画の評判はものすごくいいです。アンケートや感想でも顕著です。私生活が充実していますから。机の下でキュッとオルコさんが手をつないでくる。かわいい。理由はともかく、良くなってしまったのが大御所の目についてしまったのでしょうが、鹿くん先生本人が目当てってことはありませんか。まさかそんなこと。それはあるようですね。あるんですか。論外じゃありませんか。そんな奴にオルコさんを渡せるわけがない。ただ桐森先生は成美さんの言うような目的ではなく、録音寺さんの性別と年齢的な部分をビジネスに利用しようという腹積もりらしいです。それはそれで論外ですよ。鹿くんの素性をバラそうとしているってことでしょ。もう大まかにはバレちゃってるけどね。あ、そうなんだ。言うほど当てにしているわけでもないでしょう。ロックオンジさんの許可も取らずに先走ることもありません。ただし売り上げにつながる引き出しがあればあるだけいいようでして、もちろん実力ありきでしょうが。まあ年齢的にも若くて、まあ女性の、まあ、女流イラストレーターとか、なんかまあいろいろ目打つ方法はいろいろありそうっていうので、引き出しは多いっていうのはあるのかな。どうしました、なるみさん。何か言いたいようですが。市場を挟んでいるわけじゃないから言えないんですよ。金儲け市場主義だとは思いますが、プロとしては正しい考え方かもしれない。売れるためなら何でもしようというだけ。ある意味、一番本気だと言える。はい。会社としてもそういった先生はバックアップしたくなります。私は、鹿くんは芋サラダ先生のパートナーです。それ以外の先生と組むつもりはありません。以前高塚さんにはお話ししたはずですが。
え、そんなこと言ったの？俺の知らないところでそんな恥ずかしいこと。言ったよ。恥ずかしいとか言わないで。オルコさんが顔をあからめる。存じております。確か成美さんが同じようなことを言ってきた翌日かその後くらいだったかと。言ってるし。言うよ。なんでそこで逆ギレ。とはいえ握っていた手の力が強くなったので嫌だったわけではないようだ。そういうことでしたので両先生が同席された場でお尋ねすることにしたのです。ですからもう答えは当てちゃってて。いえ、桐森先生の件はきっかけにすぎません。私がお尋ねしたいことはここからです。ん？高塚さんから俺たちに聞きたいことですか？はい。お二人はデレスクの今後をどうお考えでしょうか？デレスクの今後？それはこれからの展開という意味ではありませんよね。違います。デレデレスクランブルという作品をどうしたいのかです。どうしたいって、そもそも俺たちの思い通りにはなりませんよね。いくら俺たちがアニメ化だゲーム化と望んでもオファーがなければどうしようもないわけで。どうするつもりで続けていくのかってことですね。目標を定めるのか定めないのか。目標といってもいろいろあります。アニメ化、長寿連載、短期になろうとも書きたいストーリーを書き切る。それ以前にそもそもお二人はこれからも漫画家として仕事を続けていくつもりがあるのか。特に録音寺さんは進路について考える時期だと思われますが。そういえばオルコさん、俺に進路教えてくれないよね。ほら、こうやってごまかそうとするんですよ。どう思います、高塚さん？言いたくないなら無理に聞き出すこともないでしょう。言いたくないってわけでもないんですけど、コウキ君怒りそうだし。なるほど、わかりました。俺らの仕事で給料3ヶ月分ってどうしたらいいんでしょうね。コミックス3冊分の印税でいいんじゃないですか。まだ2巻も出てないのに。というか私も永久就職するつもりじゃないよ。1年浪人してコウキ君の卒業を待ってようかなって思ってただけで。え？永久就職ってありなの？ありなのって聞かれちゃうと構いませんけど。いいんだ。あー、でもまだオルコさんの実家に挨拶に行くには早いか。怖いし。怖いって言っちゃってる。実際怖いけど。やっぱ怖いんじゃん。それに前に聞いた話だとオルコさんのご家族、漫画とかアニメを許さないタイプっておっしゃってたじゃないですか。俺なんか敷居をまたがせてもらえない気が。考えた末に何か言おうかと思ったら沈黙で終わっちゃったよ。高塚さん、どう思われますか？質問の意図を理解しかねますが、そういう話は家でしてくださいと思っています。瞳孔が開いていた。よし、一刻も早く話を戻すぞ。デレスクをどうしたいのかでしたよね。考える。そうですね、テレビアニメ化かな。でもびっくりしちゃった。コウキ君がテレビアニメ化なんて視野に入れてたなんて。入れてませんでしたよ。え、それって今日から目指し始めたってこと？正確には意識はしてましたが、それほどしてなかったと言いますか。アニメ化とかって日々の仕事をちゃんと頑張って叱るべき評価を受けていれば、いずれそういう話が舞い込んでくることもあるのかと漠然と思っていました。いつか運命の人と出会うみたいなことだよね。巡り合い感で考えるなら似てはいますが、理由で考えるなら努力の結果と運命だから全然違う。でも今日の桐森先生の話を聞いて、俺もいつまでもそんな物語の主人公みたいなことを考えてちゃダメなのかなと思いまして。そのうち何かと出会えるなんて、そんなのもう使い果たした。オルコさんと出会わせてもらったんだから、これ以上望むのは罰が当たる。
そもそももっと真剣にやってみようかなって思いもあったんです。ずっと趣味の延長みたいにやってきちゃった仕事ですから楽しいですけどね。楽しいことはいけないことじゃないと思うけど。何もしなくたってそれなりに仕事をしているとそれなりにはやっていけますけど、それなりな未来にしかたどり着かないのかなって。だけどなんでテレビアニメ？他にもいろいろあったのに。夢は大きく、少年は大志を抱くものですよ。ポジティブっぽいけど、コウキ君が言うとなんかピンとこないのはなんでだろう。あとは仕事の幅が広がることで人脈も可能性も広がりますし。うん、ちょっと理屈っぽい方がやっぱりっぽいね。まあぶっちゃけると一番わかりやすい成功の形かなと思ったもので。本当にぶっちゃけちゃった。コウキ君は成功したいの？成功したいですね。神様、彼氏が急にギラギラな野心に目覚めてしまいました。悪いことじゃないでしょ。ただそればっかでもないんですけどね。他にも理由があるんだ。いずれどこぞの名士様のうちから大切な娘を奪う男になる予定の身としては、社会的地位や肩書きみたいな安心させられる要素は持っておきたいなと。それってもしかして、テレビアニメ化経験作家が名刺になるか武器になるのかは分かりませんけどね。大丈夫、少なくとも大切な娘はずっとコウキ君の味方だから。あ、まあいずれの話ですよ。いずれ録音事件のパソコンでいずれを変換すると明日って出てくるよ。それは誰かが間違った単語登録をしてるんですよ。いずれ行っちゃう？一般的な意味でいずれ行きます。プロポーズ？だとしたらもうちょっと良さげなことを言いたいです。俺はどうかな。コウキ君ムードとか雰囲気とか作ってくれないからな。まだ告白の時のことを根に持ってるんですね。前科あるからな。とはいえ楽しみだな、ワクワク。現金なくらい機嫌のいい彼女を見ていると嬉しくなってしまう。まあそれを叶えるためのまずはテレビアニメ化ですね。ただまあいつになることやらって感じですけどね。もちろん考えてアニメ化要素は露骨なくらい積極的に取り入れていくつもりですけど、何はともあれ目標があることはいいことだ。学生の身分もあってただ連載を続けるのに一生懸命だった頃に比べて余裕も成長も感じる。ただ俺も結構切羽詰まらないとやらないからな。そうなの？わかりやすく燃える展開とかピンチからのパワーアップイベントなんてのがあったらいいんですけど。おお。あって、こういうのが学生気分のままなんですよね。そういうところも直していかねばなるまい。そっか。うん、私も可能な限りコウキ君をお手伝いするね。そうだ、本当に桐森先生と組んでみるっていうのはどうかな。それの何がお手伝いになるんですか？確かにいろいろと学べることはあるかもしれませんが。いろいろあると思うんだけどな。まあ見て学ぶ、近くで学ぶことってまあいろいろ同じで、しかもまあ大先輩というかね、そういうところから学べることはきっとあるだろうけど、不安だ。オルゴさん本当にやったりしないだろうな。もうそんな顔しないで。忘れたの？芋サラダ先生と鹿くんは永遠にコンビなんだから。ちなみにこの時の不安がこの後大きな展開を見せることになるのだった。なんか不穏どうしよう。玉光賜りました。お疲れ様でした。はい、じゃあちょっと空気が変わってきた感じがしますので一旦ここで締めましょうかね。あー、どうなるんだろうねなんかあのさ、いつもの何月何日のなんかこう場面転換じゃなくて、あの何もないさ、あの挿絵が挟まるとさ、本当になんかこうこっから違いますよみたいな、空気が変わりますよみたいな目印な気がするんだよね。
どうだろうね。なんかそのまあさっき出てきた桐森先生、割となんか絡んでくるのかなっていうのもあるけど、なんかこうね、オルコさんも何かしらでね、ちょっとなんて言うんだろう、応援はしてくれるというか、なんかイベントを用意してきそうで怖いよね。まあなんとかなるよって思いたいけど、まあその辺は次回以降頑張っていきましょう。どうかな。はい、じゃあてなわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどなどしていただけるととっても嬉しいです。てなわけでまた次回もよろしくね。バイバイ。